はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです、はい、さあ、はい、緊急動画としてこれ上げると、そうですね、うん、はい、あの代表6月6日のブラジル戦も含めて、はい、キリンカップチャレンジか、はい、このメンバー発表されましたけども、そうだね、はい、まず印象としてどうでしたか。まあ皆さんもそうだと思うけど、まあ、フォワード大迫が外れたと、そうなんですよ、いうのがこれ一つポイントなのかなっていうので、はい、やっぱりチーム事情も良くない、うん、本人も怪我とかもあったりとか、はい、いろいろ問題が多分あったと思うんでね、うん、まあ、ただ絶対的な存在で森保監督はずっと使ってたので、はい、まあそれを外したっていうのは、うん、まあ意図的に外したのか、うん、怪我なのかはちょっと分かんないけど ね、まあ、そうですね、でもちょっと外れた中では他にもやっぱりチャンスが生まれるっていうことなので、はい、かなりこう新しく入ったメンバーとかは、うんうん、その座を奪おうとするね、まあ、そうですね、そういう状況になってくるからチーム的にはいいのかなっていう気がするけど、ね、まあ、ある程度活性化されるだろうと。そうだね、はい、うん、まあ、ただちょっと怪我してても入るかなと思ってたんだけどね、まあ、そうですよね、ちょっとそこがまずサプライズかな、ちょっとね、そういう意味では冨安選手は入ってますもんね、怪我心配されてますから。あ、そうなんだ、から冨安は、うん、俺は逆に選ばなくてもよかったかなって気がするけどね、もう絶対的なディフェンダーだし、そうですよね、あれだけもうどのだけできるっていうのも分かってるし、で治療をやっぱり専念させた方がよかったかなって気がするんだけど、まあただ一回日本に戻して、はい、日本でまあ落ち着いて治療させるのかもしれないけどね、狙い的には、だけど基本はやっぱりチーム管轄だから、向こうでちょっと直した方が良かったのかなって気もするんだけどね、多分出場しないと思うから。そうですよね、できたいですよね、だったら違う人をチャンス誰か入れてやった方が良かったかなっていう気もするね、はい、うん、まあ、あとはそう、まあ、ディフェンダーといえばね、はい、伊藤洋輝くんが、そうですね、入りましたね、入りましたね、はい、まあ、彼はチームの中でやっぱ3バックでやっぱやってるから、はい、4バックがあんまり多分経験ないんだよね、はい、いい選手だし、すごく、うん、だからそこをどう対応できるのかっていうのと、逆に3バックにもしかしたら思い切ってやるかもしれない。そうですね、うん、この辺も、まあ、ちょっと新しい顔ぶれとして、そうですね、ちょっと楽しみだなって、ね、そうですね、またせっかく呼んだんで出場は、ね、機会を与えてほしいですよね。いや、だから出さなきゃ絶対ダメなんだよ、ね、だから呼ぶだけ呼んで、ね、結局、うん、そうしなかったら最悪なので、うん、はい、ぜひね、そこはね、そうですね、使ってほしいなと思いますね、はい、まあ、あとはそうだね、まあ、上田綺世ね、うん、まあ、上田君もやっぱり J で唯一じゃない？そうですね、そう、 J で活躍して、うん、まあ、招集されてるから、うん、そこでどれだけ活躍できるか、はい、まあ、そこでチャンスだと思うんだよね、そうですね、だから大迫もいないし、はい、まあ、出るチャンスもあるだろうから、うん、そこで出てやっぱり必ず決める、はい、結果を残すってなれば、うん、やっぱりこのその座を一気に奪えると思うんで、可能性高いですよね。いや、高いから、はい、ぜひね、頑張ってほしいと思うし、 J の得点をどこまでやれるか、そうだね、まあ、はい、また世界相手だから今度はね、はい、そうですね、だからどこまで通用するのかなっていうのは一つあるし、そうだね、あと堂安とかも戻ってきたっていうのもあるしね、はい、まあ、この辺はだからもう本当に招集されたメンバー、あと鎌田、そうですね、そうだよ、ここですよ、いやー、ここはやっぱり彼、まあ本当にね、ヨーロッパリーグで優勝してめちゃくちゃいい状態じゃないですか。で、彼のやっぱり評価もすごいヨーロッパで今上がってるんだよね、はい、その中での代表戦だから、はい、まあ、チームと戦い方はまた違うから、うんうん、その一つの駒としてどう機能するのか、そうですね、それがちょっと一つポイントだと思うんだよね、うん、自チームではある程度こう結果残せるけど、代表に来ると難しいっていうのは、代表の戦い方とかやり方が全然違うから、うんうん、だからそこをプラスアルファで持っていけるかどうかっていうのがすごく注目だし、乗りに乗ってる選手だからね、今ね、うん、だからなんとかちょっと頑張ってほしいなと、そうですね、思います。なので、まあ、このキリンチャレンジカップはね、はい、まあ、本当にこうどういう戦い内容 で、うんうん、で結果にこだわるってすごい森保監督は言ってたから、ね、まず2日か、ね、初戦からあるから、はい、そこをどうするのかね、ちょっと楽しみですけども、ね、まあ、まずは見てみましょう。そうですね、はい、それで、まあ、試合後にまたいろいろアップをしていきたいと思いますので、はい、まずは、まあ、でも、はい、ある程度いいメンバーは選んだんじゃないかなと。ちょっと楽しみですね、そういう意味でね、楽しみなメンバーを呼んでくれたかなと。そうだね、はい、そういう選手も入れたんで、はい、まあ、今後に期待しましょう。はい、はい、それでは皆さん、また。はい。